こんにちは。今日は津内寺の五十字章を解説します。この五十字章の画像を見て、舞台がありますね。昔の中国、昔の舞台がある、ね、屋根も見て、いや屋根もあって、そして二つの柱、そしてね、舞台の中に二人が立ってる、男の子と女の子が立ってる、ね、歌舞伎の衣装を、ね、歌舞伎の衣装を着て二人が立ってる。 OK。 陰陽和化以陣、坤顺而感，后见尧舜。谁云女子上刚强，坤德居然感四方，重见中天新气象，铺年一六寿而康。阴阳和，印度又啊，マゼル。化以正，正しくなる。実はね、この五十字章は江青の頃ですよ。江青は毛沢東の妻、ね、毛沢東の妻でした。彼女はね、文化大革命の中に、彼女はもう主人公ですよ。文化大革命の主人公ですよ、ね、よく講演して、よくあの男たちはなんか若い者の前に、公の前に出演して講演して、彼女は完璧に文化大革命一番有名な人です。坤顺而感，ミスの気持ち、なんていうかな、女性の雰囲気。后见尧舜，後で平和な日をまだ見える。後で平和まだ見える。OK。谁云女子上刚强？なんていう。強い女の子、強い女性。坤德居然感四方。女性の力が、あの、広がる。女性の力が、女性の、勢力が広がる。重建中天新气象。新しい政権が来る。新しい勢力が来る。じゃあ彼女は死んだ後ね、新しい政権が作るっていう意味。プ年一六寿而康。うならったら16年、健康、16年健康、長生き。うならったら16年健康って言って、いう、どういう意味かな。彼女はね、毛沢東死んだら、彼女はすぐ、その直後すぐ、逮捕された。彼女は1976年に逮捕されて、そして1991年死ぬ。ね、数えてみたら、1976年から、1991年。これは、ちゃんと16年ですよ。ね、ちゃんと16年。OK。この五十字章は、江青の頃です。よろしく。